ゼロになるとモンスターが出てくる、モリモリモリっと出てくる。あ、ゼロになった。で上の他のキャラクターは現在ですね、シャーマン系の人が1人、ファイターが1人、そしてマーマンですね、これが。で、ハンター。もう。ということで、結構バランスいい。バランスいいですね。そうですね。遠距離系タッチで、動きをするハンター。はい、そして、近距離で、こう、モリモリと戦う。はい。はい。で、負け腰なんですけど。そして、こちらマイペースで大丈夫ですよ。はい。うん、はい、シャーマンが2人ということで、はい、でこの上のあれですよね、バロメーターがゼロになるないように頑張る。そうですね、はい、ゼロ、あ、この青く光ってるやつを守る。そうですね、守るですね、はい。なんか敵さんがカニですね、ファイヤーマン。多分ですね、効果狂いですね。そうですね、しかもこれなんか結構いい獲物持ってるね。サバっぽい。あれこ、自分も持ちたいぐらいですよね。あれ結構うまそうですね。カジキマグロのスープコンロ。そうですね。北海道あたりでちょっと美味しく食べやすいんですよね。あ、今なんか右クリックしたらなんかパーンって言ったんですけど、これはパーンです。シャーマンって言ったら太郎さんですから。そうですね。太郎さんから説明してあげると。お、来ました。はい、これはパーンですよね。これはそうですね、右クリックでパーンっていう。遠距離の攻撃やりたいときは右クリックで、はい、あ、今魚持ってるね。これです。で今ですね、また第2波が迫ってきてるんですけれど、はい、なんか持ってますね。実際あの皆さん、アリガさんのプレイを見てると、はい、結構普通にクリックしてるだけなんですよね。そうですね。でも動き的にはかなりそれなりに攻撃を与えて、しかも、今ちょっと全画面に映してもらっていいですか。あの地味にですね、ゲームのレーティングがグッドになってます。右上のマップの下に今グッドって緑で出てますね。ですけど、これが来ましたね、マーメイド。お、ボス来てますね。はい、そうですね、もう早速ボスが出てきた瞬間にもう他のパーティーメンバーがやっつけてしまう。いや、まだまだいますね、後ろですね。来てます。後ろみたいな。あ、来た。そこで飛んできた。はい、そうです。とりあえず殴りましょう。ミンクリックパーンです。太郎さん、太郎さん、この間使ってたあのすごい華麗な技を使ってみたいんですけど。あれは、方向キーの1を押してくださいって言ってる間に終わった。キーボードの1を押してっていう間にステージクリア。はい、いや、さすがね、これ今やっぱり助っ人の方がやっぱり強いですよね。はい、パーティー強いですね。最後にちょっとスキルが出たんですけど、はい、まずは宝箱をうまくクリアになったので、宝箱2つ、グッドだったので2つですね。おー、はい、一番下の方がちょっとスカの箱を引いてしまったんですけれども、はい、そうですね。でここで、まあ、パーティーみんなと協力してもらったということで、はい、ユイニャンから、みんなにチャットで、あ、そうですね、エンターキーをまず押します。エンターキー、はい、で、半文字で、マスニャン、マスニャン、打ちましたね。キャラクターも指定されるわけですね。しかも星で言ってるし、みんないなくなったりして、絶対端っこじゃないですよ、違うんですよ、はい、ご要望にお答えして、ありがとう、ありがちにゃん、ありがちにゃん、ありがち、はい、はい、さあここで、結構ねスムーズにいきましたので、はい、一回、もう一回パーティープレイやってみようと思います。はい、じゃあ